今回は好順。変更点は、制圧1から2、特技工場刻印追加。計略と特技の相性が良くなりました。計略は、過去の修正で、武力が、プラス3に、高常力上昇も低下し、かなり厳しい性能ですが、せっかくなのでなるべく使用を心がけます。撤退なくてやむなしか。これだ。君の勝ち。これだ。これはいきません。意志しやるか。まだまだ。21カウント、ヤグラ、動作を破壊する効果は、発動位置に関係なく、確定一発になります。いざ、戦場へ。なんとか丸く収めましょう。これだ！死ぬことなど。オーブ解放！
してやるぜ。君の勝ち。これだ。興奮の答え。我が心惑わず。過ちも正せよ。行きます。なんとか丸く収めましょう。私じゃダメ。死ぬことなど。白き風船は伊達ではないぞ。配信で見た感じ2回目の寿司は18カウント前後のはずを持って攻めてますが、お相手が色紙企画生なので間違いです。なんかありそうです。なんかこの計略、思ってたほど別の計略を軸に戦って使える状況で使う用法の方が向いてそうです。同じ。
案を練り直します。貫く戦果を上げずに死ねるか。いや春日の勝機が制圧じゃないのでもう一発欲張れそうです。なんとか丸く収めましょう。撤退やむなしか。見せてやる。行きますよ。行きますよ。いざ戦場へ。君に。伊達ではないぞ。これはいけません。大事な加護があらんことを。超欲得ここにあり。雑魚はまとめてかかってこい。晴れちゃった。君は逃げろ。どうせ行きますよ。戦果を上げずに死ねるか。敵は必ず打ち破る。それが肝心英のゆえ。次の試合はお相手のコンボが面白かったので紹介したかった試合です。命運をかけ
決戦に挑もう。スロロク。おや、ちょうど良いところに。用心。行きましょう。スロルク見せてやるぜ。天よ、なぜ。あらあら、強い。後天よ、答えよ。行きますよ。皇帝の命令である。戦場天よ、なぜ。見せてやるぜ。行きますよ。34まで確認。これはすごかったです。行きますよ。興奮の答えよ。
を磨き、決戦に挑むのです。私が行く。テンペスト、絶対に取り返す。リル・ラファーガン、死の急戦は伊達ではないぞ。なのに配慮して負けるのが一番あかんと思うので使っておきます。
きますよ。調子こかせてもらうぜ。我が未熟ではある。しかし貴様は間違ってはいない。撤退やむなしか。ゴーグ解放。いざ戦場へ。見せてやる。行きますよ。放射器でも持ってこいや。撤退やむなしか。行きますよ。ビン。どうでいい。空手に全てを捧げた男の拳は。まだ頑張ればここからでも勝てるかもしれないレベルだと思ってます。いくつ落としたところで何の目安にもなるまいが。行きますよ。ほら、これはいけません。行きますよ。行きますよ。いざ戦場へ。君、オーブ解放。なんとか丸く収めましょう。血が砕ける。火の急戦は伊達ではないぞ。これはいけません。私の代わりに頑張っていて。
綺麗事だけじゃ生き残れないぜ。ここ間違って綺麗に触ってしまって大焦りしてます。なるなら行きますか。命はしない。ご視聴ありがとうございました。